初心者でも楽しく使い倒せるワードプレス。この動画シリーズでは初心者から中級者くらいまでの方を対象にワードプレスのあらゆる使い方を紹介しています。動画の配信日を確認し、古い情報にはご注意ください。 How to や Tips を扱っておりますが、動作保証はいたしておりません。情報を使用して出た損害等も保証いたしません。ご利用は自己責任にてお願いいたします。ボリューム3、ブログの文章のスタイルを変えてみよう。こんにちは、デザインくんです。続きまして、前回書いた文章の編集、編集って言ってもですね、例えばこの初めまして、こんにちはとかいう文章は、今同じサイズで下のやつと書かれてますけども、例えば見出しだったり、例えば強調したい部分だったりでスタイル編集が可能ですよねっていうところで、エディターから編集できるところをお見せしていきたいと思います。前回ログイン済みですので、上に黒いバーが出てますね。じゃあこちらから管理画面に行ってみましょう。で、投稿から前回書いた記事を選んでいただいて、今こういう風になっていますねっていうところ、これ今 P タグで書かれている段落と呼ばれるもので、それぞれが作られているんですけども、もちろんこれ今のままでいいんですけども、段落です、文章ですのでいいんですけども、変えたい時にここから更新できますよ、ブロックタイプまたはスタイルを変更っていう中で、このどれかにしてみると。で、一番上だから見出しとかにしてみますか。見出しだったり、リスト、引用、グループ、整形済み、詩、ポエムなんかも選べるんですかね。これちょっとそのうちちょっと選んでみたいですね。で、ここでは見出しにしてみましょう。ボーン。はじめまして、こんにちは。大きめの見出しになりましたね。で、見出しなんで若干色も変えてみますか。H タグなので、ボールド、太字は勝手についてるみたいですね。ちょっと暖色、あったかい色にしてみましょう。ちょいオレンジですかね。こんな感じでいかがでしょうか。はい、できましたと。で、次は他の段落でも強調したい、天気のいい日が続いておりますねみたいなところを、太字にしたいとなった時は、ここからここまで。ボールド。さあ、太字になりました。じゃあ、この段落の下の文章だけ色を変えたいって言った時も、こっちのブロックの中の色設定から、背景色も変えれるので、じゃあ変えてみましょう。こんな形で変えていただいて、で、文字色も、じゃあなんか、上書きするような形の、こんな感じで。もう、アドバイス出てきますね。この色の組み合わせは読みにくいため、より明るい背景色、より暗い文字を指定してください。じゃあ、この辺から選ばせていただきましょう。ここかな？うん、これでしたら大丈夫みたいですね。じゃあ、ここもボールドにしてみたり、失礼しました。範囲を指定して、ボールドにしてみたり。こういった形でですね、文章に差別化を図っていくと。段落の中で、今度はじゃあ、文字を小さくしてみたり、大きくしてみたりしましょう。強調したかったここの文章を、じゃあ、ちょっと大きくしてみましょうか。文字サイズ大。お、ちょっと大きくなりましたね。じゃあ、あんまりここは使わないというか、もう補足程度なので、小さくしたいときは小。うん、小さくなりましたね。あ、今、段落と段落の間にプラスマーク出てきて、こういうところに、間に何かを追加したいときに、こういったところで、ショートカットができますねと。ここの、何かをやっていこうっていうところは、また別のパートでやっていきたいと思います。さあ、こんな感じでですね、文章スタイルが編集できました。じゃあ見てみましょう。更新、先ほどの記事に戻っていただいて、どうなったか見てみましょう。お、見出しになりました。そして文字を太くしたところ、そして文字を小さくしたところ、背景色をつけたところ、そして文字を大きくして太字にしたところ、それぞれが反映されているかと思います。管理画面ではこういったことが、直感的に操作できるような画面がこうやって設けられているので、 HTML や CSS の知識の少ない方でも、入りは入りやすいのかなと思います。実際コード画面見たいみたいな時は、もうここから
今のビジュアルエディター、視覚的に直感的に操作できるエディターからコードエディターに飛んでもらうと実際のソースが見れたりしますので、こちらもおいおいやっていきたいと思います。今日はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルおつかい堂ではウェブのこと、四つ街道のこと、ゲームのことを中心にあらゆるジャンルの動画を配信しております。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。扱ってほしいコンテンツのリクエストもお待ちしております。